後半は愛媛大学のキックオフで試合再開となります。キックオフします。キッカーは17番の田中、紅葉高校出身の1年生です。さあ締め台2ターン、これを島根大学自陣40ヤード付近でボールデッドとしました。この位置から島根大学の攻撃となります。リターンしましたのは島根大学1番クォーターバックを兼ねております、千葉の高松西高校出身のプレイヤーです。島根大学自陣38ヤードからファーストダウン10、ここでホイッスル、イエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。オフェンスには制限時間があります。その時間内にプレーをしないと反則となります。島根大学自陣33ヤードからファーストダウン15、パス不成功。ここでクォーターバック1番左ロールアウトからワイドレシーバー36枚のパスでしたが、これはあわやインターセプトになるという危険なパスとなりました。しかし結果的にパス不成功という格好でセカンドダウン、次の攻撃となります。島根大学自陣33ヤードからセカンドダウン15、ナイスディフェンス、失礼、愛媛大学ナイスディフェンス。今度は1点左オープンへのランプレーを展開しようとしました島根大学、しかしこれは愛媛大学99番が見事に反応し、ディフェンス裏がって約3ヤードロスと変えました。素晴らしい反応をしましたのは愛媛大学99番のタイトエンドディフェンスラインマン森、広島城北高校出身の1年生です。残り20ヤードです。ここで島根大ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしましたが、これも愛媛大学99番の森が見事に反応しまして、さらにロスに変えました。99番森、1年生ながら素晴らしいディフェンスを見せています。島根大フォースダウンロングとなりまして、パントフォーメーションを選択します。このパントは愛媛大学陣45ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして愛媛大学の攻撃となります。愛媛大自陣45ヤードからファーストダウン10、
まずはアイフォーメーションからのランプレーを選択しました。キャリア22番ハンドオフを受けて右オフタックル付近から外へ出て約6ヤードのゲインと変えています。続いては50ヤード付近からセカンドダウン残り4ヤードです。愛媛大22番は村井永田高校出身の4回生。愛媛大学セカンドダウン4ボールオン相手陣49ヤード。ここでランディアップ21番ハンドオフを受けてから左オープンへ見事なランプレーを見せましたが、ここでボールをファンブル。これは外へ出ましたが、この出た地点までの前進という形になります。したがって前進はしていますがサードダウンと変わります。愛媛大学ランニングバック21番川崎選手オープンをつけました。続いては敵陣45ヤード付近から愛媛大学サードダウン相手陣残り1ヤードです。失礼しました。ボールのセット位置を確認します。ここで反則がありました。ディフェンスの島根大学にオフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入する反則がありました。この反則によって5ヤードの抜体、したがって残り距離を換算しまして攻撃権更新となります。島根、愛媛大学ファースナー。結果的に愛媛大相手陣44ヤードからファーストダウン点に入ります。島根大ナイスです。ここで愛媛大学右オープンへのランプレーを展開しようとしました。キャリアは1番、しかしこれを見計らい島根大学が吸収、約3ヤードロスを奪いました。愛媛大学相手陣48ヤードからセカンドダウン14。パス不成功。クォーターバック4番、ここでプレーアクションのロングパス。ターゲットはタイトエンド99番でしたが、これはディフェンスがカバーしておりパス不成功に終わっています。イエローフラッグが投げられました。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げ終わった選手に対するハードヒットです。この反則は負傷が起こりやすい非常に危険な行為として重大な反則に扱われます。15ヤードの抜体、したがって攻撃権は自動的に更新となりまして愛媛大学ファーストダウンとなります。これにより愛媛大学相手陣33ヤードの地点に入りましてのファーストダウン点になります。愛媛大学敵陣35ヤード付近のファーストダウン残り10ヤードです。なにわ君21番ハンドオフを託され左オープンの展開を図りましたが、しかしこれは島根大ディフェンスの集まりよく、このランによるゲインは1ヤードにとどまっています。愛媛大学相手陣32ヤードからセカンドダウン9。中央突破。
相手タックルありながらセカンドへフォートで攻撃更新です。愛媛大学ファースター、素晴らしいランプレー決めましたのは愛媛大学22番村井、永田高校出身のプレイヤーです。愛媛大相手陣23ヤードからファーストアウンテン。さあ再び中央のランプレーを展開しようとしますが、これは島根大学ナイスディフェンス。キャリア21番の突破力にかけましたが、これを島根大学15番、松村東高校出身の2回生のプレイヤーが見事な反応をしまして、ノーゲインとしています。愛媛大学相手陣22ヤードからセカンドアウンテン。パス不成功。クォーターバック4番プレッシャー浴びながら右に迂回してワイドレシーバー20番へのパス。しかしこのパスターゲット20番もカバーされていたためパス不成功に終わっています。ダウン進んでサードダウン3回目の攻撃に変わります。愛媛大学相手陣22ヤードからサードアウンテン。さあここで中央のランプレーを展開しました。キャリア22番タックル受けながら攻撃系を大きく前進しておりますが、ここでボールをファンブル。そのファンブルしたボールを抑えたのは島根大学でした。したがって攻守交代です。ターンオーバー。愛媛大学好調な攻撃をなんとか実らせんとしましたが、ここでファンブルをしまして攻撃をロストしました。島根大学自陣7ヤードからファーストアウンテン。島根大もランプレーから入ります。キャリア26番ハンドオフを受けまして中央突破、ゲイン約4ヤードを奪っています。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、完全に静止しないままプレーを展開しました。オフェンスチームはプレー開始前1秒以上静止しなければいけません。5ヤード抜体となります。オフェンスは島根大学に反則があったという話が従いまして、先ほどのランプレーは無効となります。残り距離を換算しましてその半分になります3ヤードの抜体です。島根大学ファーストダウン13。さあ中央のランプレーを展開します。キャリア26番の突破力にかけました。しかしこれは愛媛大ディフェンス集まりよく原因ほとんどありません。セカンドに変わります。島根大学自陣4ヤードからセカンドダウン13。クォーターバック1番ここをパスで打開しようとしましたがターゲットをカバーされていてパスを投げ捨てました。
ダウン1つ失いサードダウンに変わります。島根大学クォーターバック1番柴野選手のパスは成功。島根大学陣4ヤードからサードダウン13。失礼しました。残り12ヤードです。中央突破を島根大学図りましたが、愛媛大70番が見事にかわしまして、このランプレーを阻止しました。素晴らしいディフェンスを見せたのは愛媛大学70番の村上、済美高校出身の2年生。続いては自陣ワーワーコートのフォースダウン、残り12ヤードです。島根大フォースダウン13、パントフォーメーション選択します。エンドゾーン内のパント無事成し遂げるでしょうか。このパントは自陣に成し遂げることはできず、自陣30ヤード付近で外へ出ました。この一打の攻守交代となります。さあ、先ほどの攻撃をタッチダウンに結びつけることができませんでした愛媛大。結果的にディフェンスの踏ん張りにより相手陣32ヤードの地点からのファーストダウン10の状況に入ります。愛媛大学ファーストダウン。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手陣に侵入しました。ボールが動く前に戻ればこれは反則になりませんが、先に相手に接触したためこれで侵入が成立です。5ヤード抜体です。マットサイド付近、すでに境界線スクリーンメージラインに侵入していたという反則です。そしてドライブの抜体になります。これにより愛媛大学相手陣27ヤードからファーストダウン5の状況になります。ファースターランニングバック22番ハンドオフを受けて中央突破、右オフタックル付近を駆け抜け、そのままゴール前1ヤードまで前進しての攻撃が更新です。愛媛大学ファースター。続いては1ヤードよりファースター。ここで負傷者が発生したためのレフリータイムアウトが入ります。続いては敵陣2ヤード付近からファーストダウン、残り2ヤードです。先ほど見事なランプレー決めましたのは愛媛大学22番の村井、長田高校出身の4回生です。キュウリさんはメッセージありがとうございます。惜しいプレーはただ続いております。しかしその中でも今愛媛大学はようやくそのチャンスをものにしようとしています。さあ試合再開となります。愛媛大学ファーストダウン2ゴール、残り2ヤード、タッチダウン。ここで愛媛大学ノーコールでクォーターバックスニーク。クォーターバックはサイレントカウントでそのままエンドゾーン飛び込んで見事にこのプレーが決まりました、タッチダウン。コモンテンションでワンプレーにより約28万愛媛大学6点獲得です。見事タッチダウンを決めましたのは愛媛大学クォーターバック4番本間、牧野高校出身の4回生。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントです。キッカー14番の脇本が入ります。このプレーは
は失敗。キックフォーメーションからホルダーに入った4番本間、そのまま自らキープにより2点を狙いに行きました。しかしこのプレーは失敗と終わりまして、結果的に愛媛大学6点として終わっています。愛媛大学6点、姉妹大学0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込む立ち合い、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。この結果得点は2点、3点、6点、7点、8点の足し算になっており、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた愛媛大学のキックオフで試合再開となります。ラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあ姉妹大リターンに入ります。リターナー26番、2周点を突破し自陣40ヤード地点からの攻撃を確保しました。ここで負傷者が発生しているためのレフリータイムアウトが取られます。この配信は私道楽やリチャ、そして、中四国アメリカンフットボール協会公式サイトによって、並列配信させていただいております。皆様の忌憚ない応援メッセージをお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。さあ先ほど得点を許してしまった島根大学、反撃なるでしょうか。自陣40ヤードからのファーストダウンテイ、ここでフォーメーションを変えます。ロンリーセンター、そこからブロッカーがインサイドへのオープンプレーを展開しようとしました。しかしこれを愛媛大学見事に対応しまして約2ヤードロスとしています。さあここで島根大学も勝負に出るか。まず奇襲ともいえるロンリーセンターフォーメーションを取りました。島根大セカンドダウン12、ボールオンは自陣38ヤード。ここで再びロンリーセンターを取ります。モーションをした10番に託し、左オープンへのランプレーをしようとしましたが、これも愛媛大学対応しまして約2ヤードロスに変えています。さあ島根大学自陣36ヤードからのサードダウン14、三度ロンリーセンターを取ります。ここからホイッスル。ここで愛媛大学が後半1回目のタイムアウトを取ります。ここで島根大学がロンリーセンターを続けざまに展開しようとしていることに対して何かしらの策を考えねばならんと、ここでタイムアウトを取ります。
愛媛大学後半1回目のタイムアウトを取りました。試合再開です。島根大学自陣36ヤードからサードダウン14。さあやはりフォーメーションはロンリーセンター。さあそしてそのパワーサイドへのランプレーを展開しようとしましたが、これも対応されましてフォースダウンに追い込まれます。続いては自陣40ヤード35ヤード付近よりフォースダウン残り15ヤードです。島根大学フォースダウン16、パントフォーメーションに変えます。パンター10番、残念ながらここでのパントシャンクしまして、陣地挽回はほとんどできませんでした。ボールは外に出まして、島根大学陣35ヤード付近での公式交代となります。島根大学陣35ヤード付近よりパートバーの方。どうも皆様、メッセージありがとうございます。両チームともチャンスの後のワンプレー目、非常にいい判断はありましたが、しかしそれをお互いにものにできないという状況になりました。しかし愛媛大学がその中でタッチダウンを取ったのは十分な成果だったと思います。言い換えればまだ島根大にもチャンスがという状況は確かに言えます。さあまずは愛媛大の攻撃です。愛媛大相手陣33ヤードからファーストダウンテン。パスは不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。先ほどのプレー無効となりまして5ヤード割った、したがって愛媛大学5ヤード前進してファーストダウンやり直しです。愛媛大学相手陣28ヤードからファーストダウン5。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタート しませんでした。アメリカンフットボールはオフェンスがその一定のタイミングで揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体です。従いまして愛媛大学ファーストダウン10となります。相手陣33ヤードから愛媛大学ファーストダウンテン。さあテイドバックに託しまして右オフタックルへのランプレーです。キャリア22番、タックル受けそうになりましたが、しかし約4ヤードの原因としています。キャリア22番はブライ永田高校出身の4回生です。愛媛大学相手陣29ヤードからセカンドダウン6。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、愛媛大学6点、島根大学0点でファイナルクォーター第4クォーターに移ります。